こんにちは。あ、もう前掛けしてますね。早速。はい、サニーちゃん。こんにちは。すっごい嬉しい。ね、よしよし。相変わらず綺麗に整ったユミさんのリビングです。いやいや、こんな感じです。はい、これ何風っていうんですか、このスタイル。まあ、スタイルですけど、私たちよく旅行してて、はい、父さんとかも住んでたし、ブラジルも住んでたりして、植民地風っていうのはなんかコロニアル様式っていうものですか。ああ、それってなんていうの、このラタンを使ったみたいな感じのことを言うんでしょうか。ね、その頃バンブルの飲み口よく見て、もう全部バンブルの飲み口です。もう3回目ぐらい張り替えてもらって、若い男の子すごく飲まれた。あ、この布を。そう。これここがね、うまいと思ってね、この二重にしてくれたとこが。すごい。どこから来たものなんですか。イギリス。からこれも、あ、全部アンティーク、これもアンティークなんです。え、それもバンブーの飲みの位置。そう、これもバンブーの飲み口。それでこれはここがこういうの前が開いて、こういうふうにパンをこねる、こねてそこで、あ、じゃあパン屋さんが使ってた家具なのかな。そうそうそう。それでそこで、まあ普通のうちでもあの頃パン焼いてたのかもしれない。こう開くと、うん、うちはほらテレビないです。あ、すごい。これがテレビ。あー、すごい。これはいや、いいアイディアっていうか、やっぱり。そう、でもこれ以上大きなのは入らないし。すごい、でもぴったり入りましたね。そうなんです。クッションとか全部。クッションも全部由美さんの手作りです、うん、ね、え、これも手作りですか。そうですね。あの、全部こうスタイルが統一されているというのが、必死です、必死です。いや、何も出かけませんよ。何もないですよ。食いしん坊なんですか。いやいや、ものすごい結構ね、この子は噛み癖がある。噛み癖は良くない、髪癖良くない。でも甘髪。そうですね、甘髪ね。こういう感じの持っていたいですよ。あっちの鏡とか、あれもバンブーの、バンブーですけど。そう、これもそうね、こっちの。これはちょっと全部飲みの市。うん、あれも。これはクリニャクルの飲みの市。ご覧ください、このルイ・ヴィトンのトランク。これはすごくないですか、はっきり言って。いや、名前が入ってる、どなたかのイニシャルが入ってるそうです。そう、脇に、脇に秘密の入ってる人の名前が入ってる。もしかしたらほら盗品ってことがあるじゃないですか。いや、それは怖い。いや、でも、ね、まあ、でもクリナンクルーだからあるかもしれないですね。若い男の子はね、その頃で1500フランで売ってたのよ。考えられないでしょ。30万。うんうん、1500フランよ。フランフランっていくらだろう。170ぐらいかけるんでしたっけ、うん、え、ちょっと待って、すみません、計算で、計算ができない2人。で、ね、でもね、開けたらね、中にね、こうスパンコールがパラパラと出てきたような。あ、じゃあもう船旅されてた方ですね。そうそうそう、本当に、うん、すごいですね。でも由美さんも船旅されるんですよね、うん、だからこれを持ってかれたらどうですか。こんなちっちゃいトランクしか持っていっちゃいけないって言われて。え、今ってそうなんですか、うん、船旅でも。いやいや、私が、主人がほら大きいの嫌だって。あ、なんで。そうか。でもこういうの持ってくる人もいるんですよね、昔はね。昔はこれ、だってタイタニックみたい。すごい。そうそう、タイタニックですね、これは、うん、あっちも同じような、これは海軍、こっちは本当に、うん、海軍で使っていたという。で、しかも私ね、東大大好きなんですよ。私も東大好きなんですよ。いや、気が合いますね。だからなんかどっか行った時にちょっと私も絶対東大の置物があったら買ってしまう、ね、でこれは昔の、いつもキャバリエなんですか、ワンコは。最初のキャバリエがこの子で、ね、で、あの色を変えたの、なんかほら同じだと嫌じゃないですか、比べちゃって。何匹今まで飼ってる。3匹目です。あ、3匹目、うん、白だからミケ、次にこれ真っ黒、黒と茶っていうの、うん、でこの子が一番、でこの子が一番大変。カムコ、はい、なんか年上に飼われたから。今何歳。今2歳。あ、じゃあまだ子供なんだ、うん、子供なのね。子供なんだけど、なんだけど、ママちゃんで、へママちゃんで、テラスもね、ちょっと青しか咲いてはいけないので、このね、お庭がすごいんですよ。ここはあのアパルトマンの4階なんですけれども、こうテラスに全部ですね、ご主人のクロードさんが引いたんです。
板を全部敷いて、その元々はこれはコンクリートだったんです。なんかあのダルっていうのいわゆるタイルみたいな。タイルだったのに、うん、全部この板を敷いて。あ、椅子は作んないけど机は作りましたね。すごいですね。今あれ高校になってるんです。リセ。はい、ですよね。あまりね、なんか本当にパリ一だっていうか、まあ近郊だけど大きいと思わない？大きい、すごく大きい。ね、パリから一歩で外に出ただけでこんなに素敵な。はい、綺麗です。すみませんがルームツアーさせていただいてもよろしいですか？距離はないのでございます。今ね、ここ買った時はここも塞がってたわけ、はい、おお、ね、あ、オープン今は、うん、はい、でもあの壁を外して、え、じゃあここにドアがあったんですか、もともと。はいはい、ドアもあって、それを外し、ここ塞がってて、塞がってて、はい、お風呂場のに行くのは向こうにドアがあったわけ。はいはい、だけどなんかこの空間をここで区切っちゃうのはもったいない、はい、玄関からこういう感じで開放的になってます。うん、そうです。だからちょっと隠れてるんですけども、寝室は開放的なんです、はい、いや寝室も綺麗な、ベッドカバーがかかってる。ちょっとこれとか私が描いたんですよ。すごい何で描いたんですか？水彩絵の具ですね。上野由美さんが描いた。もうちょっと汚くなりましたけど、よく染みなかったですね、うん、でもほらこの染みた感じがいい良いじゃないですか、うん、色あせてます、はい、違う、できる人は違う。いや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 、なんか旦那がペンキ塗ってる間に退屈だから、じゃあ私はこれ描きます、お上手ですね。この虎はどうしたんですか？アーのお仕事とかしてる時ね、雑誌の仕事結構してたんですよ、はい、でサンジェルマンにアトリエ持ってて、その隣がロングシェールってこういう小物ばっかり売ってる、はい、でそこ取材してあげたりして、お兄さんと仲良かったの、はい、そしたらある時これ抱えて、くれたんですか？持ってきてくれた、うん、いやプレゼント。ちょっとどっかが傷もんなんだよとか言ったけど、そんなの分かるのか。シェーズロングじゃないですか？ロングシェーズシェーズロング、うん、っていう名前の雑貨屋さんありますよね。そうそう、そこです。そこのお兄さんにもらったの、こんなものを扱ってたんですね。あとはピエロさんコレクション。そう、ピエロさんっていうのはね、ピエロさんね、これ一番最初私はパリに来て1966年に、まあ、ちょっと待ってください、1966年にパリに来られたんですか？皆さん生まれてない。はい、その時に飲みの市っていうのは、まあ、クリニャン来るだけぐらいで、はいはい、でもう、だもうなんかほら西洋骨董って日本から好きだったわけよ、はい、で行きました、はい、でもしたら大感激して、でまずあの買ったものがこれっていうかね、だからこれだけを買ったわけ、これが一番最初買ったピエロの、いい顔してると思わない？これってピエロなんですか？そう、ピエロさん、へ、ね、なんかすごい1920年代の顔してて、なんでピエロってわかるんですか？だってピエロじゃないですか、この帽子のかぶり方とか。あ、帽子がこれ特徴なんだ、うん、へえ。これってよく飴が入ってる。そうそう、飴がこう刺さってるのね。これはあの嫁さんがプレゼントしてくれました。で、うん、これはこれもアメリカで買ってアンティークで、ちょっと洒落てると思わない？洒落てる、結構頑張って持って帰ってきて。そうそうそう、お風呂場行きます、はい、あとこれも素敵なんですけど、このちっちゃい家具、これ本当にいわくつきというか、いわくつき、はい、あのパキスタンに行ってる時に、はい、隣村みたいでこういうあの木に金属をはめ込む職人さんたちがいたわけ、はい、でなんかお仕事あげたいなと思って、じゃあなんか作ら、はい、でもほら無駄なもの作らせてあれだと思って、はい、自分で寸法を書いて、じゃんってこうなるわけ、ね、でこれがうちのバーです。バー、うん、ユミズバー。そう、でここにちょっとナフキンなんか引いて、素敵、なんかできるし、ちょっといろんなもの入れてます。どういうお酒を飲まれるんですか？これ食前酒ですか？そうです、食前酒ですね、うん、これはカシャシャってあのカイピリーニャって、うん、あのブラジルであのライムと一緒に作るとき入れる。これはラム、ラム、うん、これはあのお食後にバナナをあのフライパンでバナナとバターとお砂糖でラム酒バーッとかけて、あ、それ美味しそう。美味しいのがアイルランドの神父様に習ったの。あとこんなのアペリティフとか、でもほら瓶ってなんかね出しとくの困るじゃないですか、うん、いやでも一点物ですね、すごいですね。そうですね、寸法も書いて、この斜めになってるところがいいですね。そうですね、本当はだって今更ながらよく考えたと思いますよ。トイレもいやらしくないぐらいに飾ってあります。どれ
いやらしくない、あ、全然いやらしくないですよ大丈夫、大丈夫、お風呂場もグリーンで統一されております。ここの中も全部作ってもらったって感じ、全部、うん、でここが可愛い、絵を描きました。ところがなんか逆だったね、これと揃って描くと思って、すごい、あ、これは既製品でこれをに習って、習って、え、でも全然そっくり、そう、この辺はそうね、油絵で描いてましたね、うん、こんなのをフロリダで買ってきた、かわいい、あの絵はこの絵私大好きなのね、あのほら冬には冬の間に、はい、あの割と南の植物を入れとくってなんかあるじゃないですか、ルクサンブルク描いて、はい、それの昔の本当の地図だと思うけど、上のところも緑で揃ってます、ね、そうですね、このなんか瓶はね、この空間は向こうに突き抜けてるんですか、そうなんです、じゃあ開いちゃってる、うん、最初ね曇りガラスみたいなのが入ってたわけ、それで私が向こうの家だったら寒い寒いって言ったら、お前ここを壊せばよかったって子供がいた時気がつかなくて、あいつかわいそうに寒い思いしてその後で、あのぶち抜いたらほら、あ、子供部屋だったんですか、そうで、このこれがすごく結構強いのね、あったかいのね、こうすごい、でこのショファージュのところにあるこれはこの中にお水を入れるとこう湿気が出る、そうそう、蒸気、うん、好きな化粧品とかは何ですか、シスレイです、おお、シスレイヤーですね、そうシスレイ、70過ぎたぐらいからちょっと85なんだよ私、もう言わない方がいい、でも引っ越さない肌きれい、そんなことない、そんな褒めっこしてどうするんですかそうですね、これ夜のです、これはそれも目の縁、目の縁、口の縁、あともうなお化粧落としはもうこれって感じ、ランコムのこれアイメイク落としはランコムですね、これでだそうです、85歳になるんです、なる今度8月生まれ、うん、8月何日ですか、1日です、だから獅子座の、うん、しかも虎年、強いわよ、獅子座の虎年です、そう、可愛くない、強いです、85歳には全然見えないですなんかあのメトロでまだ席譲ってもらえません、この間デブのマダムがなんかなんとか手帳みたいなの出して立たされましたほらみたく嘘、なんか対抗するものはなかったんですか、 そうですね、パスポートかなんか出るこれもいいんですよ、これがね、そのなんていうの、羊毛剤なのよ、あ、髪の毛の、うん、でこれをね、旦那の頭の後ろね丸く剥げてるみたいな、剥げてないなです、ね、そう、剥げてないとか言うから見せたのかなって、うん、したら、あ、本当だとか言うからやってたのよ、そのなんとなく塞いできましたよ、たはい、はい、でも朗報ですはい、私の本当に散らかってんのよ、ね、でもなんか可愛いお花が、あ、これそう、友達が、あ、これ可愛い、これ好き、この灯台好き、これねアメリカでね、あのお家交換してるとこの奥様がね焼き物してて、で後から送ってくださったの、したら割れてたの、だからあら、でもユミグリーンが好きそうだからって、ね、分かってるんですね、ね、で灯台とか、うん、分かってる、あの心が通じてる、メインの灯台のあるどこだったから心が通じてました、あ、でこれも素敵、そう、これを友達のお誕生日にね、これは日本のデザイナーの友達です、すごい素敵、あ、これユミさんかと思ったらデザイナーのお友達なんですね、うん、昔あの子供の部屋だったのね、はで、ここじゃあ今ここは誰も寝てない、ね、誰も寝てない、まあ、ユミさんのご本が、うん、ちょっとそれは宣伝しますので、はい、よろしくお願い、これが最初に出た方ですね、1冊目に出た、パリが教えてくれたボンシックな毎日、そうです、不走者、これが79の時に出してくださって、これが81になったんです、いやで、なんかあの写真とかもね結構お料理とかも出てたり、いや、いろいろ本当にお料理も上手だし、いやいやいや、すごい、ね、そう、それからなんていうの、この絵も中毒なんです、あのものづくりっていうか、今のご趣味はこのアクセサリー作り、ちょっとこれは私もちょっと今撮ってもらっていいですか、私のこのどうやって撮るんですか、いや、ここに写ってるの、あ、私がしてるのもこれ由美さんの作品です、よく似合ってて嬉しいです、ありがとうございます、すごいラップ、わ、そうじゃあこの辺からちょっと遠はい、これも、はい、よく似合ってらして嬉しいです、
いやー素敵ですね。もうでパールがお好き。そうそう、この間またねあそこ行って、どこで仕入れてくるんですかこのパール、ね、ルーデタンプル。ああそこにルーデタンプル、あそこに指立ってんです。この間ねフロリダにね、はい、すごいあのそういうまた通りがあるのを見つけたの。かわいい。それでフロリダでブレスレット、そうみんな由美さんが身につけてるものは手作りなんですよね。イヤリングもちゃんと色に合わせて、そうそうそう、これに合わせて素敵。イヤブレスでこれね本当はね、はい、これが私の宝石箱。おでこんなことはジャラジャラはして、いやいやでもあるほ素敵ね。でこれちょっと本物のところどころあるのは何ですか。これはこれは13っていうのがほら、あ悪い数字だけどいい数字みたいな、馬のあれの蹄の、これみんなのみの字で買った。これはアラスカで買った砂、金の砂、うん、そういうのを時々入れながら作ってる。そうそうそう、うん、でだからこれは結構本物の金なんですけど、まあこれは自分用にね。でもこれ二重にもできるし、すごい素敵な色。もう何本作る、200本ぐらい作ってますが、この間ほらなんか細かいもんが残ったからってあまりもんでこんなちっちゃいのも作ってみましたとか、とにかく玉があったらもうせっせとなんかつなぎたい人なの。なんか意味が分かりません。分かる？もういやいやいや、ふんごろし、ふんごろがしって虫がいるじゃないですか、あれみたいな。分かりますけど、いやそのねしたいって気持ちが私には理解できない、うん、やっぱりもの なんかね子供の時からやっぱり何か物を作ってる子だったんです。これなんかただ余り布を、うん、じゃじゃんって結んだだけみたい。へえ、これじゃんかける、じゃんおしゃれですね。でこれツイードでジャケットなんていうのシャツが作ってあるんですよ。おお、何でもないいわゆる T シャツみたいな、それにこれをやってるだけ。すごい素敵。なんかこんなことしてると日が暮れるんです。タバコまで並べてる。タバコ皆さんがありがたいことに。だいたいどのぐらい吸われるんですか1日。1日に1箱は吸いませんね。で日本だとねこれ1ミリなの、はい、だけどフランスは6ミリから始まるからちょっと弱めを吸ってます。でもやっぱり吸わずにはいられない。ここがねもう一部屋、主人の、はい、あのあれなんです。 お仕事空間、うん、本当にあの一部屋なくてかわいそうなコーナーです。旦那コーナー、あの人ほら山登りとかして見て、そんなエベレストとか行っちゃって、うわすごい。これモンブラン登ったとき、ネパール行った、友達連れて行ったりして。アウトドアなんですね。そう、アウトドア。あ、ここねもうぐちゃぐちゃなんですけども、はい、まあ、物置兼、はい、今私はちょっと三日坊主でやめましたけど、あこれとかあの工具のとか主人は一応やってますよ、はい、朝。それはちょっとあんまりいつも使わないものを、うんうん、はい、うん、すみませんありがとうございました。このパイナップルのと一応実用的なんですよ。でこれは3匹の子豚のティッシュ入れ、アメリカのアンティークです。アメリカのアンティーク、これがすごい気に入った、うん、それはねバンブの蚤の市です ね、うん、薄いガラスの、だから飲むわけじゃないからやっぱり花瓶なんでしょうね。ガラスの花瓶なんだけど1個だけあったんですよ。いや私もこれあったら買ってます。でね、すごい気に入ってんのは、あ、これも全部作り付け、作ってもらったのね。あ、なんか微妙にグリーン。微妙にグリーンなんです。全部ここに合うように家具も作ってもらって、なんか例えば冷蔵庫。はい。あ、そう、これ冷蔵庫なんですね。こう、あ、すごい。ね、で、ここもほら、冷蔵庫とは思わないでしょ。はい。で下が冷凍庫で、冷凍庫。なってます。あ、で、これが可愛い、これ。あ、これはもう大好き、蚤の市でもう絶対これだなと思って。グリーンだし一応キャフェとかお砂糖とかね、あ、それに従ったものを入れてる、入れてます。でもこうメリケンコーナーのところにはかつ節が入ったりしますけどね。全然違う。そう、でもほらローリエのとかローリエの葉っぱが入ってる、うん、これは何ですか、ちょっと気になってる。あ、これね、うん、これはパンを入れるんです。おー、パン、パン入れです。え、もともとパン入れですかそれは。みたいですね。でもほらこういう袋も作ってバゲットなんかちょっとこういい布袋に入れといておくと翌日も食べれるみたいな。かわいいな。なんか便利とかわいさと、うん、あ、便利と好きさはやっぱり両方いかないと、はい、
じゃあお台所ね、気に入ってんのはね、見て、はい、ほら、サクレクールまで、あの金色のところがアンバリットです。本当だ、サクレが見えます。それでエッフェル塔も見えるんだけど、見て、悲しいことに あのクレーンで、あそこにね、ピラミッドみたいのが立つんですって。なんかパリの四隅にピラミッド立つっていう計画。ピラミッドってももちろん中にホテルとか、あのレストランとかいろいろできるみたいな。悲しい。じゃあ消えちゃうのか。そう、多分消えちゃうと思いますね。あそこ人参でこんな風にして買えるの嬉しいと思わない？やっぱり農業国ですよ、ね、葉っぱはさすがにあのちぎってもらいましたけど、人参はいつもこれを買うんですか？いつもってことはありませんけど、こういう時は、うん、この方が香りがいいし、うんうん、包丁の使い方がすごく無駄です人参を並べます。このお皿がまた可愛い。そうですね。それあのフランシーのお友達が本当私の趣味よく分かってて、なんかいや一回ここのお家に来たらあのもうグリーンだなっていう。それはなんとなく分かると思うんです。なんかお皿見た時、あゆみに良さそうとか思って買ってくださったじゃない。確かに。あのね。はい。マルシェは主人が言ってくれることになってるんです。重いし、あ、じゃあお買い物はされない。お買い物はほとんどリタイアしてから主人です。はあ、これ向けないわ、あんまり随分しょぼいのか向かないでいいかもね。向かないでいいんじゃないですか。若いからもっとほらごついのだとあれですけど、はい、あとはい赤株？ああ、かわいい剥き方が。これもね、はい、こんな風にして売ってるのよ。ですよね。ね、農業国ですよね、。泥だらけなんですけど、うん、この剥き方ね、そう、うまいんですよ。私、子供の時から鉛筆削ってた。鉛筆削り方式。そう、鉛筆削り。ああ、なんかおしゃれ、色が、やっぱり、デザイナー。キュウリ？キュウリはちょっと冷蔵庫。そうだ、だから、どうして絵を学校で学んだ方がデザイナーになったのかってことですけど、たまたまその長澤節さんの学校に行ったってことですね。でそこでお仕事をもらって、いいところで、そこのお仕事をやってる関係で健三さんにも会った。そうそうそう、本当にあんまり長いと。デザイナーの人たちっていうのは交流があったんですか？そうですね、あのライバル意識とか本当になかったですね。へえ、やっぱりそれは同胞の人同士頑張ろうっていう感じだったんでしょうか？そうですね、本当に仲良かったですよ、みんな。でもほら一緒にやろうって気はないわけですよ、うん、それぞれ。なるほど。やっぱりみんなソロなんですよね、はい、うん、だけどで結構あそんなこと言っちゃあれなんですけど、若い時本当にね、はい、売れてたんですよ、はい、うん、なんかあの結構それで子供服っていうの得意っていうか、ミセスの子供服、はい、とかあの期間で出てるの表紙と中の最初の10ページ私で何年間か結構やってらしていただいたりして、はい、で割とあのその当時は名前が出てたというか、いろんな雑誌やってたもんでね、はい、そういう意味でも健三さんはすごくなんか一目置いてくださるというか、尊敬しててくださったんですよね、うん、もちろん健三さんの方が素晴らしい才能ですけどね。たまたまプチバトのあの子供服のお仕事あったので、はいはい、やっぱりそれは私がかなりやってました。へでちょうどその時子供が生まれたりして、ほら赤ちゃんにこういうふうにこれ洗ってありますから、はい、赤ちゃんにこういうふうにしたら便利みたいな、こうやったらおむつ替えって、なんかそういうのであの赤ちゃん服とか、はい、結構ヒットをいっぱい作りました。へえ、うんね、じゃあ常に由美さんはフリーだったってことですか？いろんな会社でめちゃめちゃずっとフリーで、だから年金ないんです。あーそんな、年金が50ユーロおタバコ代にもなりません。でもそれもね、一応出るからすごいじゃない、最低、うん、最低限みたいな。へえ、うん、いろんな会社でそのデザイン画を売っていたってこと。そうです。ご自分で作ったりはしなかった、デザイナーとして。う、うん、作ったりは、あの、まあ、デザイナーっていうのは どこまでを言うんですか？デザイナー、ごめんなさい素人臭い質問 してますけど、
デザインの作る、うん、作るまではしないんですよね。そう、でもあの絵を描くまでですよね。店頭さんなんかやっぱり私はそれができなくて、あのあれだったんですけど、はい、型紙、はい、ちょっとあのいわゆるこっちはほら、はい、立体裁断だから、はい、あのボディっていうの、はい、あれにあのシーチング、はい、あの切れ貼り付けて、それで裁断までやってます、はい、それもつけてました。はあ、うん、それでなんかあのそれをね、私はほらそれやってできないんですよ、うまく、はい、ね、で生徒さんがね、なんか 3、4本針を口にくわえてきてピッピッてやってくださるとものすごく形になるわけ。でもダメだ、ユミはこれ下手だから、うん、習ってないし、うん、それはあのもう文化総学院で小池先生ってとってもいい先生が、はい、みんなに教えたみたいね、その、はい、いわゆるヨーロッパ風の立体裁断は、ね、はい、でもダメだから、いや、あの下手だからやめて、はい、けんちゃんの後始末するわっつって、うん、けんぞさんの作ったものを紙に起こして、うん、それであのけんぞさんのデザイン画をつけて、それを袋に入れて、はい、それが一日に、あの頃割とサックドレスみたいな、あの割と簡単なワンピースだったりするから、はい、3つか4つできちゃうわけよ。それある時ね、けんちゃんがね、ねえ、ゆみさん、ゆみさん、これマダム、マダムドゥクってあの貴族のでのまあ、優しいんだけど強いみたいな、まあ、はい、はい、いくらで売ってると思ってる、健三さんの一月のお給料よりも多かったみたいな話で一枚は一枚そしたらなんか健三さんがちょっと俺自分でやるわとか言って、なんか計算 してんのよ、つけてで私はお迎えで虎の狸の革山用とか言ってたの。でも本当にそれでねえなさって大成功だから、で私はちょうどパキスタンに行ってる間にあの方お店始めたんですよ。だからその手伝いはしてないんです。へー、うん、へー、おー、下にしてね、へー、そのやり方は初めて見た。10秒数えます。10秒、うん、はい、私剥いたことなかったミニトマト、このくらいでいいの、うん、それでこれお湯を捨てます。はい、でお水入れます。へー、ね、はい、熱湯を入れて10秒数え、うん、お水を入れる、うん、でもうキュッと向けます。あ、ほんとだね、傷のない人はこうやってどっかに傷つけてあげると脱いでくれます。脱いでくれます。へー、なんかその昔のパリってどうだったのかなって、そのなんか絵描きさんとかね、デザイナーさんとかね、そういう本当にちょっとアーティストというか、周りアルティザンというか、うん、周りばっかりで、そうあんまりお料理の人とかのお付き合いとかなかったけど、はい、あ、でも素晴らしいわよね、三宅一生さんと健三さんとご飯食べたりして、ユミは女の子だから僕たちがおごろうとか言って可愛いじゃないですか。一生さんにも優しくしていただいて、あの送別会なんかしてくださって可愛いね、あの便箋、花がついてる便箋で、僕にこれでお手紙ちょうだいとか、本当か優しくしていただきました。へ、あの頃ほらなんかアジアティックっていう感じで、はい、ひとくりにされて、つまりベトナム人もタイ人も、はい、あ、はい、でなんかかなり冷たく、はい、特にデパートの店員さんとか、まあそういうこと言っちゃいけないけど、まあ、そういうところで結構冷たく扱われて、はい、あ、この顔だからだなとか思ったことがあるんですよ、はい、ところがやっぱり素晴らしいですか、70年代になって、はい、それこそあのヤマハとかほらオートバイね、はい、とかキャノンとか、いや、あのニコン、はい、とかソニー、ソニーも素晴らしい、ソニーのトランジスタラジオも素晴らしかったですね、はい、そういうのがほら出てきたじゃない、あれで日本人の株が本当上がったって私肌で感じました、はい、それはすごく嬉しいと思う。なんか私日本人ですっていうのはすごくあのなんていうのかな、誇りで言える、はい、そういう国に生まれたって本当にありがたい。いや本当に、うん、あの本当そうですね、その通りですね、うん、はい、また特にこれほら若い子なんか目輝かっちゃってるし、ほら漫画が、ね、あ、そうですね、まあ、本当に日本ブームというか不思議な感じで、これはねちょっと前にやってやっぱり冷蔵庫に入れといた方が、はい、
一回ほらお姉ちゃんとしてお塩をかけて、はい、お塩、味塩ですね。ちょっとこれ味塩っぽいんですけどね。違うんですか。違うんですよ。ちょっとまたこれ広告しちゃうけど、広告してください。そこは宝物の引き出しですね。あ、そうです。これは宝物のここです。このお塩が最高で、六助、六助海塩ですか、それ。なんでしょう ね海塩でしょうね、日本のものだから、うん、あら、食塩オーストラリア製造どういうことですか。日本のものじゃなかったんですね。でも東洋食品ですけどね、うん、でもなんかこれがとってもね、でも全部は使わない。しかもゲランドを使わずにこれを使うという。そうね、ゲランドもまああれかもしれないです。結構はそれ好きです。人はないものでだりなんだろうか。あんまり日本人が住んでなかったからこそ、割とみんな知り合いで和気あいあいとしていたって感じなんでしょう ね、みんなお互いの成功を喜んでっていうか、うん、そうそうそう、うん、それは素晴らしいことですよね、うん、よくほら足を引っ張り合うとかって聞きますけど、そうじゃなかったっていうのはなんかちょっと嬉しい気がします。情報は何で得たんですか。そのガイドブックがあったんですか。いやなかったですよね、そんなもの。本当にだから私がそういまたねちょっとあのエバタみたいなんですけど、その後アンアンなんかでほらイラストルポットのかなりやったんですよ。はあ、それはかなり受けた。アンアンのなんか関東エッセイみたいな感じですか。 それが、ね、一番最後のページだから。あ、最後のページ、うん、見やすいっていうか。え、何年ぐらいされたんですか。いやかなり、それが15日おきだから結構テーマ考える大変だった。じゃあ由美さんはデザイン画を描き、エッセイを描き、そうお洋服を日本で10年間カランドリエっていうのをやらせていただいて、でまあそれもそこそこだった。それは由美さんのブランド。そうです、由美さんが社長じゃなくて、あの東京ブラウスっていう、あ、今東京ブラウス、はい、はい、会社ですけど、のとてもよくしていただいて、デザイナーとして、うん、そこはなんかそこはパリにもなんか支局とか作ってらして、まあ、あ、そうなんですか。だけどそこを10年経って辞めて、はい、別にブラウスだけじゃなかったんですよね。それから全部アートタル、バッグからベルトから全部やってた。あ、すごい、うん、それは結構。まあ、それはフランスに住みつつ、住みつ つそれででも日本にだから2ヶ月ずつ、はい、春と秋と言ってたから、まあ、主人や息子たちには不便させた。あら、そうなんですか、うん、それでねアボカドを作らなくて、はい、これが、まあ、切った野菜で、うん、でつけるのはアボカド、アボカドのディップを作りたいと思います、はいはい、でアボカドって八百屋さんに、はい、いつ食べるのってこう必ず聞かれるから、今晩とか明日とか言うと本当にいいのを選んでくれるんですよ。私この間聞いたいいニュースは、うん、あの小さい方がいいんですって、アボカドって。あ、それはそうですね、小さくて、うん、種が細いちっちゃい方がいいって言ってました、うん、そうですね。私もブラジルに住んでた、2年間住んでたのですみません、庭の釈迦に説法でした。いや庭にバンバン落ちて、それは美味しくない。あら、大きめのアウトカー。でも本当にあの旬を逃しちゃうと美味しくないんですよね、うん、そうですね。その日が真っ黒になるじゃない。真っ黒になる、ね、あれ嫌ですね。難しいですよね。ほらこれなんか綺麗、本当に綺麗。皮もほらこんな感じで持ってます。1個ですか、他では2個使う。これ1個です。こういう包丁の使い方なのよ。はい、しかも手の上で切るんですね、フランス人、うん、あの柔らかいものは手の上で切れます、はい、お塩入れますね。さっきのお塩ですね。で、うん、このお塩もちょっと入れないと、あんまりあれだけだとねちょっとしつこいって、はいはい、と胡椒、あ、すごい、胡椒は全部、ね、白胡椒、これ全部ねワンタッチでできるようにしてあるんですよ、わかる。すごい、あの、うん、開いてる、そう開いてる、全部そこまでズボラにしてなくて、でもこうやってもうスピードが入っちゃうじゃないですか、穴開いてると何かがあれみたいな。かわいい、あのあれで、これはフォークだけで潰してもいいんですけど、はい、時間かかるから私はバーミックス使っちゃいます。へえ、一応粗くこうやっておくでしょ、はい、もうちょっと結構入れますね、お塩ね。ちょっとあのこのあれ粗挽きの黒こそ、ここが調味料置き、そうです、これ全部ワンタッチでいきます。ワンタッチ、はい、開けっぱなしってことです。でこれがオリーブオイルです。はい、オリーブオイル、もうほら分かんない人なのよ、何歳とかっていうか、こっちもオリーブオイルじゃないですか、
こっちもオリーブ。あ、こっちはオリーブって書いてあるけど、こっちは普通のサラダオイルです。サラダオイルもちょっと入れましょう。サラダオイルも入れる。オリーブオイルとサラダオイルと、はい。それでこのバーミックスでじゃん。バーミックスももうすぐに使えるようにそうなってる。クリーム。入れたのは塩、胡椒、オリーブオイル、あとレモンですか、はい、はい、で今レモン、はい、うん、いい線いってますよ、いい線いってる、あ、完成、完成、お塩かなり入れてます、はい、今日はこの小さなお鍋にこれ短めだから入ります、本当だ、これで15分です、はい、と私は信じてます。これ何が入ってる、油をね、はい、で冷蔵庫に冷やしておくの半日ぐらいは、でここサラダオイル、サラダオイル、はい、でこれものすごく入れましたね、そうですね、はい、でもまあ大さじ2杯ぐらいって感じかしら、はい、はい、そうね、そんな油 200cc に、まあ、5、6人分いけます、ね、マスタードが大さじ2さじ、うん、まあ、おさじ半分ぐらい、お塩は、はい、はい、お塩、胡椒、はい、胡椒入れます、はい、それでです、これに卵を、これも冷えてます、この冷えてることが、冷えてることが味噌、そう、サラダポテト、あ、すごい、すぐにできた、ねえ、冷えでしょ、いとも簡単にマヨネーズが、で、このリモ、リモンを、はい、半分ぐらい、さっきのもお残りなんですけども、はい、もう素晴らしい、アスパラガスの前菜、もうその前にアペリティフを低いテーブルの方でいただきます、あ、じゃあそのディップを食べなくてせっかく、ソプラノ歌手の松井直子さんです、来年の4月7日読売大手町ホールやりますので、あ、来年、来年の4月ですか、はい、ああ、お二人はあの田園調布双葉の同窓生、大先輩です、20年上だと思います、こっちにインフォーメーションセフェオトマティック、鶏の唐揚げですでこの自家製マヨネーズがめちゃめちゃ美味しい、メインディッシュはカレーです、今日もしも晴れてたらテラスでできる予定だったんですけど、とお天気が悪くなっちゃったんで室内で食べています。お、何ですかそれは、お薬味なんだけどらっきょうの代わりみたいの、トマトと玉ねぎ、玉ねぎ、ピーマン、へえ、ちょっとサラダみたいな、はい、パティシエってお店、パティシエってお店、うん、いや、の、いや、パンの、サペパティシエすごい美味しそうな栗のロールケーキこっちが私がお持ちした貞治青木の、うん、これはセジャポね、抹茶のロールケーキというふうにちょっとロールケーキがかぶってしまったんですね、ありがとう、ヘジャポネコーヒーゼリーですか、それを先に食べてください、デキャフェで作ってあるから量もなくなります、そこにミルク、生クリームを入れるんですね、さっぱりしますよね、あ、すごい入れすぎた、コーヒー入れすぎ、いや嫌だったら取る、ああ、ありがとうございます、はい、よし、アンビレーション、そう、私も大好き、イギリスの雑貨、ここでスープからスープのものが見えるのかな、ね、でもジアンも好きなんです、あ、ジアンいいね、ね、なんかジアンかな、私はね、うん、あの要塞学校っていう行ってなくて、あの、はい、双葉、電商双葉から小中高行ってまして、でその後
まあ、一応なんとなく正統派って書いて、まあ、絵が好きだから女子美に入ったんですよ、はい、でしかも油絵科に入ったの4年の、だからもうなんかすごいバンカラでもうなんか全然合わなくて、それである時日展かなんか見に行ったら、まあ、絵の上手な方があんまりいっぱいいらして、私これではとてもあのご飯はいただけませんっていう感じで、それでおしゃれが、まあ、おばとかもとてもおしゃれだったし、まあ、そういう環境にね恵まれてたもんで、あのちょうどその時長澤節先生って あの、はい、とってもいらしてお上手な方があのなんか雑誌に書いてらして、あこの人に習いたいと思ってたのね。そしたらちょうどその教室を開いたっていうのがね、なんかあの雑誌の広告に出てたのが、その女子美からバスで二手領事のとこだったの、夜だけだから夜学でそこに開いてらして開かれたの。でそこに行き始めたら、長澤節子から女の先生かと彼思ったら男でしたみたいな。だから本当に最初の生徒なんですよ。それでごめんなさい、それはデザイン学校ですか？いや、スタイル画、いわゆるその頃スタイル画って言ってましたね。スタイル画、うん、はい、いわゆるあのファッション画ですね。へそれの、はい、あのだから挿絵とかそういうの書いてらしたのね、はい、あの3年の長頃で女子美だから辞めたんです。それで長澤先生のとこ行ったら、その頃結構あの雑誌にこうデザインが写真の代わりにこう絵で描くっていうのが結構流行ってたっていうか、お安いしあの早いってこともあったんじゃないでしょうかね、うん、ですから最初はあのいわゆる服装雑誌っていうの、そういうのの後ろに作り方の図みたいなのがあって、ちょっと前と後ろを描かなくちゃいけないみたいな、でそれのあのそこから描き始めて1体300円っていう感じで、それはまあお勉強にはなりましたけど、まあ、それである時二色刷りの6ページかなんかを書いてみてって言われて、でその頃アドセンターっていうのが渋谷にあって、とても面白いあの集団だったんですけど、もうなんか本当に楽しいところで、つまり雑誌の下請けみたいなこととか、でその時あの平凡週刊平凡っていうのがあって、そこの中のファッションページっていうのを私とそれからもう一人ニューヨークに行っちゃったお友達を、そういうのみんな長澤先生教室からそこに送り込まれたみたいなでやってて、それがすごい楽しくて、でその時にそこで金曜日の夜だけ3時間でしかも3万円かな、まあ、普通のみんなのお給料の初任給を送るみたいな感じでいただけるっていうね、なんか若いデザイナーを集めてって、その集めた方がまあすごいんですけどね、で越野純子さんのあの姉妹とか、はい、高田健三さんとかパパスの荒牧さんとか、はい、ピンクハウスの金子さんとか、はい、まあ、向こうは皆さんなんかあの文化服装学院に出た方たちとか、はい、でそこに私もたまたま一緒に加わって花ゆっ子さんとかね、それでそこにでも私はもうその頃その雑誌社いろいろアルバイトっていうかそういうのがいっぱいあったから、毎日は行けないで月水金とか行ってたとか、そこでまあいい形に出会って、でそこで高田健三さんにも出会ってたわけです、うん、で彼は1年ぐらい前に、はい、あのニコルの松田さんとパリに来てて、はい、で松田さんはもう日本に戻りになったんですけどね、はい、で一人でいて、でなんかもうすごくお世話になりましたっていうか、もう向こうの方がちょっと年下なんですけどね、あのでデザイン会社に勤めてらして、はい、オペラの近くのね、はい、そこにお手伝いっていうか遊びに行ったりしてるうちに、はい、で私それでほら最初 L とかあのプランタンとかああいうところであのデザイン画を買ってくれる、はい、これがねやっぱり私パリに来て、ま、デザイン画を買うっていうのは、うん、デザイン画っていうのはなんで需要があったんですか？つまりあのプランタンとかギャラリーファイトとかあのデパート品商品ってものがあるじゃないですか、はい、それを作るのとか、はい、それかあと L なんかは、はい、あれ結局だからデザイナーの卵を育てるっていう気持ちがまああったんじゃないですか、はい、だからそのコマを持ちたい、いろんなとこから、はい、あの既製服会社でいいデザイナーなんか若いデザイナー紹介してとか言われた時にのために、はい、あのそういう若い人の絵を買ってくれてたみたい。で結構でその時に私ほら50枚ぐらい描いていく時に私が自分で気に入ってる絵をねピッピッと撮ってくださるの、いや来た甲斐がありましたみたいな、うん、ちゃんとその目があるってことですね、そうですよね、見てくださる方、うん、でその前にあの日本でやっぱりあのかなりねデザイナーとしてもあのまあ本当に恵まれてて、なんか恵まれすぎててその生ぬるいお風呂に入ってるみたいな、それがねなんかやっぱりパリに行ってあの
腕試しというか、その時まあニューヨークも結構あのいい学校に入れていただけるような条件だったりして、しかもスカラシップ下してみたいな絵を送ったらね、はい、そういうことになってたんですけども、まあ、パリの方がその前に一回旅行したんですよ。あの、はい、もう本当に駆け足旅行でね、はい、それも長澤先生たちとか小篠純子さんたちとか、その時にあパリって素敵な街だなって、私やっぱここの方が合いそうだなと思って。では皆様お元気で、アビアント由美でした。